スーパードライがパリにあるんかと思ったらね、やっぱありました。シャンゼリゼ大通りにはないんですけど、ここは、まあ、ルーブル美術館からはかなり近くて、かといって、微妙にあまりお上品なところとそうじゃないところが混ざってる地域、このね通りに面したところはいい感じです。今ね、こっちから来たんですけど、こっちの様子はね、あ、目の前フォーエバー21ですね。こっちの様子はね、結構落書きとかあって、中華料理店と日本料理店があってね、高級じゃない系の、なんだろう、日本でいうところの新宿っぽい感じですかね。まあでも何しろスーパードライ、おしゃれなパリにはないのかなと思ったけど、しっかりありました。それほど混んでないですけどね、まあ、笑えますよね、スーパードライ、ね、日本の居酒屋で考えたって間違いなくスーパードライを、ね、頼んだ、あるいはメニューで見て、なんじゃこりゃって言ってね、店員に聞いて、まあ、これは日本のメジャーなビールだよっていうのを聞いてブランド名にしたんでしょうね。まあ、そんなのはね、今やこうパリにもありましたしね、サンフランシスコだと、いや、ロサンゼルスか、ロサンゼルスだと、すごい一等地の繁華街にあります。オーストラリアにもね、繁華街にありますし、ロンドンにも一等地にあったんだね。なんか、何百年の歴史を誇るヴィトンとかね、それに、傘は並べちゃいないけどね、ちょっとあの後ろ姿がうっすら見える